お、ただいま。ハニーちゃん、ショールームしてるよ。ショールームしてるよ、ハニーちゃん。ハニーちゃんは塾帰りでーし。友達さん読む場面があったら言うから読んで。いくで。12位藤友アット。友達さん。ありがとうございます。8位香港の春馬アット。友達さん。ありがとうございます。5位。誠アット7月はお話し会に参加する友達さん、ありがとうございます。てなわけでみんな、うちのハニーちゃんが帰ってきたので今からチュッチュしていきたいと思います。あ、逃げた最近ハニーはなんか夜になったらクトヨの部屋に来て一緒に寝たがるんですよね。いや違うんですよ。いや違う違う、これから帰ろうとしたらいいんやな。違う、これは違うんですよ。なんか帰るとか、いや部屋でよく一緒に携帯をいじってぐーたらしてるんですけど、私の部屋でプロジェクターでね映画見たりして、そしたらハニーちゃんが帰るって言い始めて、え、帰んのって聞、何嫌なんって言ってくるか、いや別にいいけど、え、まあ、帰るねんなって聞いたら、いいやなって言って、いや何がって泊まってほしいんでいいだろ、てんてんてんの。え、違うんです、ハニーがクトメと一緒に寝たがるんですよねえ、ハニーちゃん。いや泊まってほしいの、泊まってほしいならはっきり言ってよ。ね、違う。でもほんま3日に1回は泊まりに来る。泊まってない。え、泊まってる。ほんまに泊まってるだろ。でも週1は確定やん。週1は絶対泊まってる。なんでマジで3日に1回は来てる。違うんですよ、みっちゃんの部屋のマットレスめっちゃ気持ちいいんですよ。マットレス一緒やし。もうそう、なんかそっちだけふかふかじゃない。そう、くとめのベッドふかふかなんです。ね。かわいいハニーちゃん、かわいい。ってなわけで、あのハニーちゃんと今からチュッチュしていきたいと思うので、みんなバイバーイどっか行ったバイバーイ。